オブザーバトリーサークル一番地はアメリカ合衆国副大統領の官邸である。ワシントン DC のアメリカ海軍天文台の敷地内の北東にあり、1893年に天文台の管理者のために建てられた。1923年、この邸宅をとても気に入ったアメリカ海軍作戦部長が自分のために引き継いだ。1974年に議会が 臨時の副大統領官邸としての変更を承認するまで作戦部長の住居のままだった。実際、今でも法律ではアメリカ副大統領の公式臨時官邸となっている。1974年の議会の承認はこの邸宅の改装や家具の費用を補っていた。1974年にオブザーバトリーサークル一番地は副大統領が使えるようになったが、 副大統領がこの邸宅に常時居住するようになるまで3年以上の月日が流れた。ジェラルド・アール・フォード副大統領はこの邸宅が使えるようになる前に大統領に昇格した。彼の副大統領だったネルソン・ロックフェラーはすでにワシントン DC に住居を持っていたため、主として余暇の時にこの邸宅を使っていたが、ロックフェラーはこの邸宅に数百万ドル相当の家具を寄付した。 ウォルター・モンデール副大統領がこの邸宅に入居した最初の副大統領だった。それ以降はすべての副大統領がここに住んでいる。2001年初頭、副大統領官邸はアメリカ海軍によって改装され、当時のディック・チェーニー副大統領とその家族の入居がわずかに遅れることになった。同様にカマラ・ハリス副大統領も改修工事が理由で、 2021年4月まで引っ越しを遅らせた。1893年にテラコッタのレンガで建てられたクイーン・アン様式の邸宅は1960年まで外壁に塗装はされていなかった。オブザーバトリーサークル一番地の邸宅は建築家のレオン・イーデス・セスが設計し、1893年に最初の居住者であった海軍天文台の管理者が用いるためにマンドルで、 建てられた。邸宅の敷地はもともと1880年に海軍が購入したノースビューと呼ばれる73エーカーの農場の一部にあたる13エーカーの土地だった。ノースビューは1862年に同地区で奴隷制度が廃止された当時最大の奴隷所有者の一人であったマーガレット・バーバー未亡人の辞書であった。それは ホワイトハウスからわずか2.5マイルの位置にあり、その真南の位置にはイギリス大使館がある。天文台はホギーボトムから新たな場所に移され、邸宅が完成した同じ年から12人の天文台管理者が当時管理者の家として知られていた場所に住んだ。1928年、広報630号の可決により、議会は 海軍作戦部長のためにこの邸宅を割り当て、1929年6月には、チャールズ・ヒューズが、邸宅の家と呼ばれるようになった邸宅の最初の居住者となった。その後の45年間、リチャード・リー、チェスター・にミッツ、エルモズ・ムールトなどの邸宅の邸宅として用いられた。邸宅の外壁は建てられた当時は濃い赤レンガ色だったが、1960年に、 フェザーグレーに塗装された。1963年には白に変更され、現在はクリーム色になっている。アメリカ海軍天文台の航空写真の左下にオブザーバトリーサークル一番地の建物が見える。それまでの歴代の副大統領経験者は在任中の間ホテルや指定に住んでいた。1923年。 ジョン・ビー・ヘンダーソン上院議員の未亡人は亡き夫を称えるため新築の家を皇帝として提供すると申し出た。1921年から1923年までの副大統領在任中、ホテル住まいだったカルビン・クーリー氏大統領は、自伝の中で副大統領のために適切な維持管理がなされた皇帝が提供されるべきだ、とし、 一時的な居住者の経済能力に左右されない、高級的な居住地と執務室を定めるべきだと書いている。1966年、議会は、ケネリ大統領暗殺事件を受けて、コロンビア特別区にアメリカ合衆国副大統領官邸を設置し、アメリカ海軍天文台の敷地の内約10エーカーを、その用途に指定する法律を可決したが、その1ヶ月後、 リンドン・ジョンソン大統領は、経済が回復するまで、建設の中断を決断し、建設が再開されることはなかった。正式な場所は後に、アメリカ会計サイ院都会軍が決定し、ベトナム戦争が終わって、予算の目途がついた時点で建設が開始されることになっていた。その間、シークレットサービスは、ヒューバート・ハンフリー、スピロ・アグニュー、 ジェラルド・フォードの各副大統領の指定の高額な改装費用を支払った。アグニューは1973年に辞任する前の3ヶ月間のみ彼の指定に住んだが彼はその後まもなく政府が改装予算を費やした邸宅を転売して大きな売却益を得た。これはちょっとしたスキャンダルとなりその後の調査で指定を確保し続けるより すぐ新たな副大統領官邸を設置した方が安上がりであることが判明した。1974年7月、議会は現職の海軍作戦本部長が退任した時点で、提督の邸宅をアメリカ副大統領の臨時公式官邸とする新法を可決した。リチャード・ニクソンが大統領を辞任し、海軍作戦本部長がワシントン海軍交渉のエイトン署に移った後、 その秋の後半に臨時の副大統領官邸となるように提督の邸宅の準備に取り掛かった。エルモ・ズムールとは副大統領の官邸になる前、オブザーバトリーサークル一番地に住んだ最後の海軍司令官であった。ズムールとはこの選択に満足していなかったため、1976年の上院選でバージニア州の上院議員ハリー・エフバード・ジュニアに 対抗するには十分な理由となった。1974年の改装では、建物の施設を交換して更新し、内壁を取り除いていくつかの部屋の大きさを増加させた。この改装の一環として内装は白に塗られ、壁は様々な無彩色の色になった。内部や外部空間の歴史性への配慮はなされず、内部の空間や外観を建設当時や、 初期の状態に復元しようとする試みは一切行われていない。外装は1961年当時の白い塗装がそのまま残されており、1895年の写真に映っている2階のシャッターが再設置された。ウォルター・モンデール副大統領夫妻とカーター、大統領夫妻1975年9月、この邸宅は正式に副大統領官邸とされた。 もし、リチャード・ニクソン大統領が辞任せず、ジェラルド・フォード副大統領にホワイトハウスを委ねなければ、フォードがこの邸宅の最初の居住者となっていた。公認のネルソン・ロックフェラー副大統領は、代わりにもっと大きな指定に住むことを選び、邸督の邸宅は接待のためのみに使用した。1977年1月に、ウォルター・モンデールがこの邸宅に住む、初の副大統領となり、 それ以来すべての副大統領の官邸として機能している。新しい副大統領官邸を建てる代わりとして、オブザーバトリーサークル一番地の大規模な改装が続けられた。1976年、海軍は27万6千ドルを費やして、22台の窓付けエアコンを蒸気暖房とセントラルヒーティングに置き換えた。雨漏りがした屋根は1980年に、 スレートに置き換えられた。1981年にブッシュ副大統領夫妻が入居した際は、カーペット、家具、椅子張りのために18万7千ドルが集められ、翌年には、ポーチの屋根の修理に3万4千ドルを費やした。水の浸透によって損傷した内壁と外壁の修理費用は22万5千ドルに達し、さらに8千ドルが小さな主寝室を作るために費やされた。 1989年に就任したダンクエール副大統領は入居1ヶ月遅らせ3階に子供用の寝室、車椅子でも利用可能な玄関、副大統領室にある浴室のアップグレードなどを含む30万ドルの大規模な改修を行った。1989年にはパッティンググリーン、1991年にはプール、温水浴槽、 プールハウスが追加されたが、これらはすべて個人の寄付によって賄われた。同時期に屋上には525平方フィートのスカイライト付きエクササイズルームが追加され、多数のセキュリティ強化も行われた。1991年、邸宅の維持管理に当たっていた海軍は、議会が常設の副大統領官邸を建設する意思がないと判断し、邸宅の大幅な改造と修復を選択した。 1993年、アルゴアは1974年以来の大規模な改装を可能とするため、邸宅への入居を半年近く遅らせることに同意した。16万ドルを費やした修復では、暖房、空調、配管の交換やアスベストの除去、電気の再配線や換気システムの交換、ポーチが復元され、2階の家族スペースのアップグレードが行われた。 ブッシュ副大統領はこの邸宅で過ごした8年の間に900を超えるパーティーを主催した。ダンクエール副大統領在任中の1991年には、非営利団体、副大統領官邸財団が設立され、官邸の改装のために公的資金を調達するようになった。また、クエールはエクササイズルームやプールを増築した。 マイク・ペンス副大統領とセカンド・レディのカレン・ペンスは2017年に夫人が敷地内に養蜂箱を設置した以外、皇帝にはほとんど手を加えなかった。現任の副大統領のカマラ・ハリスとセカンド・ジェントルマンのダグラス・エムホフは2021年4月7日にオブザーバトリーサークル一番地に入居した。夫妻の引っ越しは皇帝の改修中だったため延期されていた。 夫妻は改修中、ブレアハウスに居住していた。アルゴア副大統領の在任中に撮影された、邸宅の前を覆うような広大なポーチ。この邸宅は19世紀、後半の四半世紀に流行したクイーンアン様式で建てられた。クイーンアン様式の特徴は、非対称な間取り、共通の中央ホールがなくお互いに開口する部屋の、ずらなり、丸いタレットルーム、暖炉の近くのイングル抜ク。 一階を覆う広いベランダなどで、そのすべての特徴がオブザーバトリーサークル一番地で見られる。建てられた時の邸宅の外壁はテラコッタのレンガで覆われていた。木のトリムは暖かみのあるパテグレーで、木製のポーチはパテグレーと白の組み合わせで塗装された。窓枠と頬建ては同じくグレーに塗られ、シャッターはオリーブグリーンに塗られていた。 内部は主に海軍天文台の管理者の私物の調度品が置かれ、後に海軍作戦部長の調度品が置かれた。内部を写した当時の古写真には19世紀に中流階級が用いたイーストレークを含む様々なスタイルの家具が写っている。壁は模様入りの壁紙で覆われていた。20世紀の最初の10年間でビクトリアン様式の建築は 流行遅れになり始めていた。もともとレンガ作りや複雑な塗装が施されていた木造住宅の多くが白塗りにすることで簡素化、植民地様式化された。これは外壁だけでなく内装にも頻繁に行われ、マホガニー、四つ割りの多く、アメリカグリ、ウォールナットなどの取り付け家具で部屋を明るくし、より現代的な印象にするために白で塗り重ねられる。 ことが多かった。1961年には、邸宅の外壁が白く塗られ、現在でもその色が残されている。3階建てのレンガ作りで、ホワイトハウスに比べはるかに小ぶりなこの邸宅のサイズは3977フィート、9150平方フィートの床面積である。邸宅の1階部分には、ダイニングルーム、ガーデンルーム、リビングルーム、ラウンジ、パントリーキッチン、 レセプションホール、リビングルーム、ベランダがある。2階には追加された、寝室、脂室,室、マスタースイート、および書斎が含まれている。屋根裏部屋はかつては使用人の宿舎として使われ、現在は4室の寝室となっている。メインの台所は地下に位置している。ウォルター・モンデール副大統領によるジミー・カーター、大統領の接遇、1977年。 マイク・ペンス副大統領によるアイルランドのレオ・バラッカー首相の接遇2020年1974年の改修5個の邸宅に置かれた家具のほとんどは20世紀に作られた植民地様式もしくはフェデラル様式の複製であった。特筆すべき例外はネルソン・ドック・フェラーによって邸宅に持ち込まれたベッドであった。シュルレアリスムの芸術家のマックス・エルンストによって デザインされたこのベッドはケージベッドと呼ばれ、当板はギリシャのペディメント型で、幅木がペディメントの下にあった。ロックフェラー家は永久にベッドを提供することを二度に渡って打診したが、ジョージ・ H.W. ブッシュ副大統領とダンク・エール副大統領の両方に断られた。ロックフェラー夫人が官邸にバーバラブッシュを訪ねた際にベッドの寄贈を申し出たが、 ブッシュ夫人は、この官邸はあなたをいつでも歓迎しますが、自分のベッドを持ってくる必要はありませんと答えた。ロックフェラー夫妻は、大いなる無知と呼ばれるリトグラフ、いくつかの韓国のアンティークと日本のタンス、その他十数点を邸宅に残した。モンデールが官邸に入居した時、ジョーン・モンデール夫人はより飽和した、室内装飾品や壁の色と現代美術を導入した。 ロックフェラー家同様、モンデールは官邸に複数のアジアのアンティークを持ち込んだ。ブッシュ時代の官邸はインテリアデザイナーのマーク・ハンプトンとの共同作業の元、政治、ライム、水色を基調とした内装になった。クエールは内装をライムグリーンからオフホワイトに変えた。ゴア夫妻は新しいダイニングテーブルの追加、図書室のための新たな家具の追加、 敷地とポーチの大幅な改装を監督し、屋外での娯楽に適したものにした。チェイニー夫妻が入居する直前に、冷暖房関連の作業が行われ、内装も塗り替えられた。チェイニー夫妻はこの邸宅に、いくつかの現代美術作品を持ち込んだ。オブザーバトリーサークル一番地は、ホワイトハウスや海軍天文台本体とは異なり、一般を対象とした公開は行われていない。 アメリカ同時多発テロ事件後の2002年12月、当時チェーニーが住んでいたオブザーバトリーサークル一番地の近隣住民は大きな爆音や工事音の苦情を訴えた。振動は何度か発生し5秒にも及ぶもので近隣住宅の壁にかけられた鏡が落ちることもあった。この工事に苦情を申し立てた近隣住民は天文台の管理者から国家安全保障と 国土防衛のための機密性が高く、プロジェクトの特定情報は、機密扱いで、内容は公表できないとの手紙を受け取った。各方面から、各シェルターの建設が推測された。2009年、就任したばかりのジョー・バイデン副大統領が、邸宅の地下に9.11の地下号があることを明らかにしたと報じられた。その翌日、バイデンの報道官、エリザベス・アレクサンダーは、 副大統領がコメントで述べたのは一部報道で示唆されたような地下施設ではなく、チェーニー副大統領とその側近が頻繁に使用していた官邸2階の作業スペースだったと説明した。クリスチャンサイエンスモニターは、バイデンの発言は、実際には敷地内にある海軍が運営する望遠鏡の一つにつながるトンネルのことを指していると報道した。ありがとうございます。